せっかくの男っぷりを磨きませんとね、旦那。へい。へい。そうすか。すんません。それは、よかったですね。はい。顎の下ですね。ん？え？あっ！顎の下だな、ポルナレフ。何？俺だよ、マヌケ。アヌビスの暗示のスタンドさ。死ね！顎ごと取ってやるぜ！あのチャリオッツの動きやパワーはさっきしっかり取り組んだ。一度戦った相手には絶対に負けない。おっとおっとしびれるか。もうお前がどの程度の踏み込みまで耐えられるか覚えたぜ。さて今度の攻撃には耐えられるかな？ポルナレフ。お前の攻撃のパターンは全部覚えた。一度戦った相手はたとえ持ち主が変わったとしても絶対に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 負けない。さすがスタープラチナ、噂通り素早い動きだ。しかしその動き今ので覚えた。まさか白羽鳥をやるとは。なるほど、スタープラチナの強さはその素早さと正確さだけではなく丈太郎の冷静な判断力のせいだったのか。確かに覚えたぞ。